無人島に一つだけ持っていけるとしたら何を持っていきますか？無人島って誰かの所有地なんですよね。それからどこかの国の所有地なんですよね。なので、まあ、無人島だって勝手に入っていくと、はいはい、それって不法侵入になるんですよ、はい、でじゃあ、うんうん、火とか起こせた方がいいよねって言って、マッチとかライター持っていくって人いると思うんですけど、勝手に人の所有地入って火を起こすと放火未遂になるんですよ。で、木の実とかなってて、それ勝手に取っちゃうと、窃盗罪になっちゃうんですよ、うん。なので、無人島に行くっていうことは、かなりの犯罪をそこで重ねるっていうことになるので、僕が一つだけ持っていくとしたら、優秀な弁護士を連れていきます。はい、すいません。うん、ごめんなさい。そういったコメント募集してないんですよ。